萩原光はレーシングドライバー。神奈川県小田原市出身。星野和義の弟子。東海大学に在学していた。教育実習で小田原市立上山中学で教鞭を取った。1977年7月に富士 1000km でレースデビュー。1981年全日本 F3 選手権シリーズ2。翌1982年には全日本。 フォーミュラパシフィックに参戦し、同年秋、全日本 F2 選手権デビュー。1983年から、世界耐久選手権や全日本ツーリングカー選手権、全日本耐久選手権などのレースにて活躍。1986年、日産初参戦となる、ルマン24時間レースのドライバーに決定していたが、それを目前にした4月7日にレートンハウスの、 メルセデスベンツ 190E2.3 から16のテスト走行中、スポーツランドスガオの当時の2コーナーを曲がりきれず、前面の岩肌に激突、同時に火を吹いた。マシンはさらに20メートル前方まで舞い上がり、コース外側のガードレールに乗り上げる形で停止したが、シフトレバーの金属部に右足を挟まれ、上半身を左窓から出し消止した。去年29、 ルマンには大役として鈴木アグリが参戦した。本来ならばこのテストには参加せず、4月6日に開催された全日本耐久選手権の開幕戦、鈴鹿 500km レース決勝に出走、翌7日は移動日のはずであった。しかし、鈴鹿で乗る予定だった日産 R86V がフリー走行中に出荷し、参戦が不能となった。 ここでスケジュールを変更し、ベンツ1 9 e のテスト走行のため、急遽菅尾に向かったことがこの悲劇につながってしまった。13回期にあたる1998年、フォーミュラ日本第6戦、菅尾の予選終了後、ホームストレート上で、星野和義や影山正彦、正美兄弟を中心に、多くの関係者を集め、萩原が好きだったというコーヒー牛乳で献杯が行われた。 日本国内でのモーターレースシーンで、当時、F1 に一番近いドライバーと言われていた。JAF モータースポーツ国内競技結果リザルト。ありがとうございます。